どうも、高井です。信用ゼロから相手を説得する真の引き金、ね。真のコミュニケーションとは説得意味しますが、説得とは一人では成し遂げられないけど、二人以上だったら成し遂げられるようなことを、それをするときに使います。下手な説得をしてしまうと、相手というのは、あなたは私を足を引っ張りに来たんですかどうぞお帰りくださいって、せっかく呼んだんだけど、自分自身にも相手自身にもよろしくないよね。それはやっちゃいけないことだよ。 だけど、真意の引金をうまく使うことによって、最新の科学によってはっきり分かっていることをうまく使っていけば、相手をうまく査性高い状態で持っていけます。その状況を学ぶためにも、こちらにまとめました。今から読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。人を合心から成功への道を切り開く。説得術が持つ強いなパワー。説得こそあらゆる成功の鍵である。 相手にイエスと言わせて自発的に同意させる、あるいは指示に従わせる、あるいは代わりに動いてもらうことである。結果を出せるかどうか、いかに自分が人を動かせるかで決まる。自身が動いて作る世界には限りがある。しかし、人を通して作る世界は何倍にも何百倍にもなる。人と人との関わり合いには、協力を促したり、結果を引き出したりする力、すなわち説得が欠かせない。脳は論理で合理的に動く機会ではない。そういうものに対する感情が意識的な判断まで働いているのだよ。 脳が情報を処理する方法が分かれば分かるほど、他の人とのコミュニケーションがうまくいくようになる。個々の人間は自分の心にデータベースを持っていて、それが外部からの刺激に対して瞬時に正しい反応を感じ取る能力のもとになっているのがある。人は生まれたときからこのデータベースに情報を蓄積し、それは個人の自己誘導システムを形作っている。このシステムは外部からの刺激に対して自動的に最適な反応を引き起こす。反応のきっかけは脳に仕掛けて組み込まれていて、人それぞれだ。 つまり、イエスという答えを引き出すということは、説得したい相手の意思決定誘導システムをオンにするというプロセスなのである。説得力は組織を変える。人を納得させてなすべきことを成す力、すなわち説得力が向上すれば、組織の効率化があって、時間とエネルギーが節約できる。きちんと立証された科学に基づく説得力を応用すれば、各個人の実行能力を高めることになり、いい結果を生まれだろう。社員の意欲が上がり、会社も組織も部署もスムーズに流れて業績を乗り、 短い時間で多くのことを成し遂げられるようになる。マネージャーは他の人にやるべきことをやってもらうために、8割もの時間をコミュニケーションに費やしていることが分かっている。それで、どの程度の効果が上がっているのかといえば、実はあまり大したことはない。なぜなら、私たちは誤解していたからだ。判断を求められるような要求や刺激に対して、脳がどのように反応するのかは知らなかったからだ。多くの人は今をもってどうすれば効果的に説得できるのかは、解金もかかっていないんだ。説得は人間の多く含めの欲求に働きかけることでうまくいく。 人を動かすための化学原理を巧みに取り入れることで合意を得たり、契約を結んだり、情報を引き出したりすることができるようになる。相手の心の奥深くに根を下ろした欲求を願い通りに生み出してやる方法が分かれ,れば、誰でも自分の説得力を強化することが可能である。EQ と IQ。一言で全てを語るその名は、感情指数、略して EQ で、感情知能指数とも言われている。これで知能指数の高さと EQ の高さは別物だということになった。最近実際たビジネスリーダーの調査で、 人々を効果的に率いていくために必要なスキルは何かを尋ねている。回答の上位2つはコミュニケーションスキルと人をやる気にさせる能力だった。IQ の高い人の間でも EQ を受けていると成果が上がらないことが分かっている。世界的な経営幹部調査会社エゴンゼンダ n d a r i n t e r n の調査では、多くの人々が IQ の高さで採用されるものの EQ が低いことが原因で解雇されていることが明らかになった。EQ という言葉に含まれる意味は幅広いが、中でも重要な要素は、 相手や感情に関わる情報をどのように処理して、どのような反応を示すのかを理解することである。それを知ることで、リーダーとして正しい方向を選び、自らの意気を高めることができるだろう。それを知ることがなぜ大切なのか、答えは明白だ。相手の意思決定の情報を処理する方法が分からなければ、その相手の意思決定を左右することなどできないからである。イエス、三つの選択肢。他の人と協力して、あるいは他の人を動かして物事を成し遂げるためにはどうすればよいか 選択肢は基本的に3つである。強制する。人に命令を突きつけたり、それを無理やりやらせたりすることも不可能ではないだろう。だが、行動を起こしても、決して自発的にやるようにならないはずだ。そもそも前向きで同意を得ることができなければ、期待するような結果は出しそうもない。交渉によって結果を引き出す。交渉はギブアンドテイクであり、時間のかかるプロセスだ。かなりのスキルが必要で、どちら側にも何かと引き換えに何かを得ることが求められる。この方法では、どちら側もいらないものを引き受けなければならないことが多い。 交渉の専門家や達人は他のどのように方もなくなってしまった時にのみ交渉するよう進めている。納得させて同意と行動を引き出す。説得は同意、やる気、行動、望ましい結果の全てを手に入れる唯一の方法なのである。説得は相手を操作するものではない。説得とはこちら働きかけなければやらないかもしれないことをやろうという気にさせることである。説得の目的は相手の心を掴むことであり、えに態度や感情で変化を起こさなければならない。 共通の解決策に向けて、相手の態度を変化させ、行動に変え立て、心を決めさせるスキルである。相手の態度、感情、意思決定、行動を変化させることができて、初めて説得できたと言えるのだ。説得は圧力をかけることは何の関係もないし、仮詰めや人格に左右されるものでもない。それどころか、説得は正しい情報の応用であり、相手の自己誘導システムに取り込まれて働く刺激だ。説得は、互いの目的や利益を達成するために、他の人とパートナーを組むことである。 そして、自分の思いつきや目的や夢を形ある現実のものに変えるプロセスである。さらに、身寄りな話を一つ。説得は誰でも短期間でマスターできるスキルなのだ。解き明かされた脳の仕組み。脳の畑を探る長い道のり。世界で最も重要なスキル。説得はこれまで最も研究されてきた世界最古のスキルである。なぜか、答えは簡単だ。世界で最も重要なスキルだからだ。 文明の誕生以来、私たち人間は長きにわたって意思決定の裏やプロセス、決定が導き出せる過程、そしてその決定が思考や行動にあたる影響について問い続けてきた。時代は紀元前4世紀までも巻き戻そう。その頃、古代アテネ人は新しい政治体制を実践しようとしていた。そして今の彼らは民主性を成功させるためには説得力が必要だと悟る。プラトンやアリストテレスをはじめとするアテネ人の学者は、説得力の並みのな重要性を認識して、 実大な力を持つこのプロセスを研究し始めた。その頃彼らが定義した説得の3つの方法は以下の通りである。ロゴス、論理、理性、事実に訴えるもの。パトス、感情に訴えるもの。エイトス、馬車の権威、人格、信用性に訴えるもの。古代の学者はこのうち1つ、あるいは複数で、どのような場面でも説得できることを見出した。アリストテレスは自身の研究をもとに、説得について3巻の本を書き上げた。その結論の1つが、論理こそが最も信頼できるアピール方法であり、 説得は論理と理性に基づくべきだというものである。彼は感情に動かされやすい人もいることは認めているが、論理よりも感情で解き伏せられてしまうのは人間の欠点だという。古代ギリシャは説得が重要であることを実証してみせた。政治、商業、法制、日常生活のいずれにおいても、その効果はあまりにも高かったため、ギリシャを征服したローマ人もそのまま研究動揺を続けたことである。 マルグス・トリグス・キケロは、ローマで最も募集した説得学者となった。キケロは、知識と説得力を使いこなせる人物を偉人などを確信し、説得の際には知識が役立つと記している。ユリリス・カイサルは、説得の達人となった。自分の知恵となぜ従わなければならないかを民主主に確認させることで、彼は人々の支持を得たのである。ギリシャとローマの帝国は衰退すると、古い信仰と政治体制をあしたのはキリスト教だった。 理性と論理という高度な技を用いた説得方法は、前日での言葉、すなわち教会の解釈による神の声に置き換えられてしまった。もはや無学な大使は説得や理性的な思考に思いをはせる必要はなくなった。すべての理性、論理、経験を持たずく判断に変わるべく、神の命が出されたのである。論理、理性、自由な思考は、教会の手で厳しく抑圧された。キリスト教の名のもとに、当時の科学者は捕らえられ、殺害されることさえあった。コピリンクスは、教会が伝導している太陽が地球の周囲を回るのではなく、 地球が太陽の周りを回転していると主張したため拘束され、異端者の落言を押された。ガリエとブルーノの教会の異端親睦が厳しい処罰を受けた。太陽系に祭る新たな真実が、神への冒涜とみなされたのみならず、事実を撤回することをも拒んだブルーノは、キリスト教審問家に殺害された。1600年に家計に処せられたのである。また、1633年、教会は同じような拷問と死を与えると言ってガリエを強くし、 無理やり、端者の考えを改めて宣言させた結果、終身刑を課した。このように説得、論理、理性が徹底して抑え込まれる一方で、ローマ教皇が知識と思想を強く支配していた。ローマ教会では、聖アグスティンスだけが、説得に関するある要素の必要性を見抜いていた。著作、キリスト教の教えの中で彼は、キリスト教徒は古代ギリシャの学者による説得の概念を採用すべきではないとしながらも、感情に至るパトスは、 教会の心理を広め多くの人を納得させるために必要だと思われると書き綴っているこの認識はたとえ事実や真実であっても人に信じさせ理解させるためには説得の力を必要とするというアリストテレス学派の考え方に追随するものだしかしさすがの聖アウスティンスでもキリスト教が作り上げた禁止事項の中から説得を抜き出すことはできなかったルーサンス期のヨーロッパでは200年以上もの間科学や理性の研究同様説得の学問も教会によってきつく封じ込められていたのだ そして予約フリードリン・ヒ・ニーチェがローマ教会に対する抵抗運動を引き継いだ。ニーチェの父親は牧師だったが、ニーチェ本には人々をねじ伏せようとするカトリック教会の支配をひどく軽蔑するようになっていたのである。マルティ・ータンは教皇制批判に感化されたのかもしれない。教会は最も知的価値の高いものに対して罪深向かい、あるいは人に道を誤らせるというレッドル張り付けるような世界を作り上げ、それを巧みに操ってきた。ニーチェはそう考えた。彼は説得学とを当時斎藤してきた 心理学と結びつく一から研究し直して、現実的な科学と哲学の質問につながる新たな扉を開いたのである。ちょうどさんはアメリカ植民地では、説得の研究が根付きつつあった。1693年には、レトリックという言葉がハーバード大学の学位授与式の演説で述べられている。1806年には、ニコラス・ボイルストーンがハーバード大学にレトリックの教授を置くようにと遺産として危機を残している。そしてその教授職に就任したのが、ジョン・クインシー・アダムズだった。アダムズは生まれつき説得の名人だった。 26歳の時、人々を解き伏せてオランダ駐在行使になる道を引き開き、その後、ベルリンとロシアにも駐在した。モンロー政権の国務長官時代には、フロリダはアメリカに引き渡すようスピンを説得した。そして最後には、有権者を解き伏せて、アメリカ第6代大統領に就任したのである。19世紀における有効なエトリックの処方箋は、論理と理性というアリストテレスの教えに従うことだった。雄弁な話し方、うまくいく説得方法。 そして承諾へと進む採用の方法は論理だと教えられていたのである。20世紀になってようやく説得の学問と実用的なアプローチが一つになり始めた。飛躍的に進んだ脳と説得力の研究。第二次世界大戦後は急速に発展した経済に後押しされて、マネージャーなどのリーダーやその部下の生産性を向上する方法が盛んに研究された。効果的に部下を指導し競争に打ち勝つために、マネージャーは人を従わせて思い通りに動かさなくてはならないからだ。 家大学のカール・アイ・ホーランドが他の人を従って結果を得る方法について先駆的な研究調査を行ったさらに説得プロセスの解明と効果的な応用方法を求めて心理学者や経営学者らが競争に加わった20世紀後半心理学者は初めて説得に関する大規模で広範囲の調査を実施したここで重要視されていたのはアリストテレスに教え習った論理的な側面である調査を主として認識と理性に焦点が出て,ていた 20世紀の心理学者は、内面の感情、欲求、習慣は意志の力で制御できる、または制御をすべきものだと感じていた。意志は独立した制御機能であり、感情、思考、記憶、学習、意思決定に命令を出すことが可能だと考えていた。意志は感情の主観的な性質を抑え込むことに気をし、抑え込まなければならない。20世紀の心理学者は誰一人として、感情が理性的で認知的なプロセスの一部だとは考えもしなかった。 ウリック・ナイサーは1967年に、感情は思考プロセスの理性的認知化アプローチにおいて、考慮するに当たらない心理学の一面だとはっきり述べている。多くの科学者は、脳と精神の働きあまりにも複雑すぎるので、知的に解明することはできないと決めつけた。行動主義心理学者は、脳で起きていることは考慮するにすら値たりしないので、脳のことは無視してもよいとまで言った。頭の中で起きていることは測定も判定もできない。 故に立証や判定が可能な行動を観察すればよろしいというわけだ。こうして2500年の間、世界で最も優秀な頭脳を持った人々は、思考、意識決定、説得のプロセスについて、人間の脳にも独自の考えがあることなど、知るしもなかった。脳は感情で考える、突破口。1990年代の終わり頃、脳研究の可能性に事実上の突破口が開かれた。コンピューターの進歩と新しい画像回数技術が大きなチャンスをもたらしたのである。 1990年代、科学者は人気の脳を解明し、染色体と DNA が体に及ぼす影響を明らかにしてきた。時期を同じくして、神経科学者はリアルタイムで脳の働きを調べ、それが思考、すなわち我々の本質とも言える部分に及ぼす影響を明らかにして始めた。つい長い間、固く守れてきた脳の秘密があらわになったのである。脳の機能だけではない。どのように意思決定がなされるか、どうやって自分を動かすのか、どうすれば他の人を動かすことができるのか、ということについても明らかになっていった。 リアルタイムで脳を観察できる新技術、先端技術。ここでいう新技術には、ポジトロンダンス本流スキャン、機能的磁気共鳴画像法、立体機能学的な機能的磁気共鳴スペクトロスコピー、定常状態プローブトポグラフィーなどがある。単独で、あるいは組み合わせて用いることにより、リアルタイムで脳が情報を処理する経路を見ることができる。何らかの刺激を与えた後、実際脳の特定部位に化学物質が流れるのを文字通り見てみながら、 思考経路を辿ることができる。脳の情報処理が解明された。様々な刺激は日々の生活に及ぼす影響を理解できれば、心のトリガーをうまく利用して、他の人の判断と行動を誘発するための最も優れての方法が分かると言って、まず間違いないだろう。自己誘導システムの要素が刺激に反応して、人の判断や行動を引き起こすのである。その時脳は以下のいずれかの動きをとる。自動的に意思決定や行動のこのトリガーを作動させる。トリガーを作動させずに認識的な評価を行う。 例を挙げよう。あるイベントで周囲の人が拍手をしたり感声を上げたりすると、脳は拍手をしたり感声を上げるようトリガーを作動させるという場合である。現在、脳が感情を処理する場所と認知的・理性的思考を処理する場所は、物理的に異なる特定の部位であることが分かっている。その異なる場所は互いに結ばれているとはいえ、それぞれ別の動きをすることが多い。そして今、意思決定をするにあたって、脳がどのようにその特定部位に情報を伝達しているかが分かった。 古い観念に縛られている。何千年もの間、私たち人間は他人に影響を及ぼす最良の方法は理性と論理だと信じてきた。感情は優れた判断を妨げにしかならないと知られてきた。ところが科学の新発見はそのような考え方などとんでもないと告げているんだ。感情は人の判断や行動を導くのみならず、感情がなければ意思決定するもならないという。そして効果的に人を説得するには、感情の機会に影響を与えるような刺激を繰り出さなければならない。古い観念はなかなか捨てれないものだ。 しかし実際の意思決定の世界においては論理と理性だけではうまくいかないということを私たちは受け入れなければならない。論理や理性にはそれなりの役割はあるけれども、今まで考えられてた通りではないのだから。感情で考えている。感情で考えることを理解するには刺激を受容し、感情的に何が正しいのかを感じ取って反応を引き起こす脳の部位を理解する必要がある。扁桃体と呼ばれているこの部位は脳の側頭葉にあるアーモ型の石灰質の塊だ。扁桃体は脳に送られてくるほぼ全ての刺激の受容体であり、 自ら感情的な判断や行動を起こすか、あるいは評価を行うために理性的な思考処理する大脳疾性情報を送るかの選択になっている。脳の感情中枢である変動体が傷つくと、たとえ理性に関わる部位が完全に機能していても、人はほとんどの判断ができなくなるのだ。こうした結果明らかにされたばかりなので、ほとんどの人はまだ論理、理性、しっかりと準備された理性的なアプローチを利用すれば、相手に理解を促し、こちらの要求に応じてもらえると信じている。意思決定のシステム、意思決定の源泉。 大脳皮質に置き、扁桃体の影響力。大昔からのトリガーは蓄積されている大脳変形。その中にある扁桃体は出生時に機能している家族内の OV の一つである。人が生まれた時からこの扁桃体に耐えるきている。するかしないか、息を潜める、戦うか逃げるかなどのトリガーは人類が飢えたライオンはク熊に脅かされていた時代に発達した。獣に襲われた時に立ち止まって数ある選択肢を吟味していたら、認知症を用いて微妙な状況の違い論理的に判断していたら、 ほんの少しでもうずうずしていたら、たちまち獣の餌食になってしまう。それでは人類の歴史子を後世に伝えることはできない。扁桃体のトリガーは人類の生命と遺伝子を守ってきたのである。扁桃体は人が生まれた瞬間から機能しているが、前頭前室の理性及び臨時領域は20歳代になってようやく完全に成長して機能するようになる。ティーエイジャーは大人の首を横に振るような声をしてかすわけだ。大部分において彼らは喫煙、薬物、性行為他の危険な行為の結果を十分に客観的に分析することはできない。 脳がそこまで成長していないのだ。学習状況を作り出すといるのは数々の正常実験の結果から、脳の自動的な部分は、意識や認知中数が手がかりを使うのはるか前に、善悪の判断を学習していくことが確認されている。ほとんどの人においては、扁桃体は、前頭前筆を迂回してしまうことがあまりに多い。扁桃体は、大脳皮筆前頭葉を迂回する、あるいは制圧することができるので、私たちは評価することが反応してしまうのだ。現状では、大脳筆質よりも扁桃体の応響力が大きいので、 感情が湧き起こって思考を支配し制御してしまうことになる説得は感覚から科学になった相手を効果的に説得するためには平等体に働きかけなければならないそしてその自然の力を利用して前頭前一を打ち負かすのだ思考行動決断など人のやることのなすことすべてが過去の出来事における感情的な反応に依存している人は二つの判断の一つ一つが過去の判断に影響されているのである人は意思決定の場面に遭遇すると過去の判断や前例になって次の判断を導き出そうとする 呼び起こされた感情的な記憶は正しい道を教えてくれる直感的な反応として感覚的に現れる。返答体に蓄えた記憶は誕生前にまで遡り、決して消すことはできない。永久に脳に刻み込まれているこの記憶はデータバンク、つまり生涯活用するための資源となる。脳はこうした知識をすべて蓄えて、心にある瞬時のナビゲーション補助システムとして備えているのだ。これが心のトリガーで作動する人それぞれの自己誘導システムである。説得の原動力。エイトス、ロゴス、パトス。 エイトスは馬車の信頼性、知識、専門性、質である。現代の言葉では権威と呼ぶ。もしあなたが文化やっていることについて知識豊富な専門家だとみなされているなら、あなたはその権威である。権威を確立すれば説得するときに一歩有利になれる。ロゴスは論理、理性、経験に基づく思考、データ、事実を用いたアピール法だ。正しいタイミングで適切に使えば説得の大きな武器になる。現在は論理と呼ばれている。 パトソは感情に訴えかけるアピール方法で、人は意思決定をしたり、行動を起こしたりするときの非認知、非思考要因である。パトソはこれまでもずっと説得の一要素として知られていた。権威、論理、そして感情は、すべての説得力がある議論やプレゼンテーションの原動力となる基本要素だ。パートナーの反応にはどういう意味があるか。私たちが説得されたときに意識して反応する場合と無意識に反応する場合があるということだ。意識して反応する人は、じっくりと注意深く説得者の権威について考え、 合意味的見解や事実、状況あるいは提案の論理をねぶん入するつまり提示された事実に対して理性的、認知的、評価的アプローチを用いるのであるそして判断、分析、集中しっかりとした認識力を駆使して考える過程で注意深く積極的な役割を担当てきる無意識的に反応する人すなわち反射モードの人はじっくり考えることなく簡単に反射的に判断するのを助けてくるような手がかりあるいはトリガーに基づいて判断を下したり態度を変えたり行動を起こしたりする 気楽に決断するために彼らは扁桃体から発せられる直感とあらかじめ触っている自己誘導システム並びにトリガーを利用するのであるほとんどの人が反射モードで思考を行動するすべての人はほとんど常にほとんどの人はいつも反射モードに入っているそして残りほんのわずか意識的分析モードの人にも思いがけない落としたのがあるのだそれはパートナーが処理する情報が論理的である必要は全くないということその時その人はなるほどと思えればそれでよいのである 私たちはパートナーの思考モードに関するこうした所見を疑ってかかるべきなのだろうか証拠から見る限り答えは多分 NO だ。弁護士によれば裁判の有罪か無罪かの判決は弁護士とその冒頭陳述に対する陪審の直感だけで少なくとも80%が決定するという8割の裁判で有罪判決5例のうち4例は証拠が提示される前に決まっているのだ。それでいて判事が陪審に課す唯一の義務は証拠に基づいて有罪か無罪かを決定せよというものである。 彼らは証拠を吟味することになっているが、通常見る限り、大体やっていないのだ。考えることは苦痛に似ている。科学者は神経性の脳波を分析して、脳が活発に働いている時に出せる脳波の種類を調べた。実験でご覧れた活動内容には、例えば算数の問題を解くなどの認識的な評価機能が含まれている。そのような条件下で被験者が放出し、科学者が捉えたものは、非常に特徴的なアラチの脳波だった。衝撃的なのは、実質的にそれと同じ脳波が、 試験者は凍えるほど冷たい水で手を沈めた時にも出されていたことである。人間の脳は氷水の靴を受けた時の反応と同じ反応評価的、認知的、論理的思考を行う時にも示していただろうな。考えるということは骨折れるだけではない。実際に靴を伴うのである。だから人はそれを嫌う。できる限り考えることを敬遠するのである。科学者はまた脳の情報処理の様々な段階でエネルギー消費量を測定した。すると反射モードになって活動していない時と比較して、 認知評価や論理思考に携わっているときには300%も余計に熱エネルギーを消費していることがあったつまり穴が丹念に調べて用意したデータへ論理美しいまでに理性で飾り立てられた論理的なアプローチを評価するようパートに求めると相手に対して冷たい水に飛び込めと言っているようなものだからである相手に300%も余計にエネルギーを使えと命じて苦痛に耐え応と要求しているのと同じことになる理性的、論理的なプレゼンテーションを用いて相手を説得しようとするともう一つの障害となるのは理解力である 理性的なプレゼンテーションによる説得がしばしば失敗に回るのは単にパートナーが分かっていないからだ。様々なデータ、事実、数字、大量の情報に直面したパートナーにしてみれば、それを理解し、あなたの意図を十分に汲み取るためには大変な努力をしなければならない。そうなるともう情報を分析するのをやめにして、楽な反射モードに戻ろうとすることになってしまう。データを並べて混乱させるのをやめて、となるのである。気楽さは結果を作る。人は誰でもやりたいことをやる。 つまり、持ち前の自己誘導システムとコロンとに合いして従って自分にとって講じういことを行う。こちらの提案や要望が相手の自由誘導システムに総務のやことを示して説得要因しよう。相手は各の行動や考えとの一貫性を保つことができるよう手助けするんだ。正しいアピール方法を用いれば、相手は本能的に反応し、それは両者にとって好結果をもたらすはずだ。説得が上手な人は、パートナーに手を貸して共通の結論へと繋がる意思決定をさせる。説得者はパートナーが大切だと思うこと、期待していること、 これまで成し遂げたことを見極めて、そのパートナーのために骨の折れる思考を肩代わりしてやる。それから適切な心のトリガーを用いて行動を起こさせるんだ。ナースのトリガーが無意識の決断を導く。心のトリガーが我々を救う。私たちの大脳変異系には、一つ一つの決断を楽にしてくれる高性能でシンプルな機能があるんだ。その機能とは、変動体が司っている。私たち一人の一人の心のトリガーはデータバンクのようなもので、ザスイクレ of t オブザブレ i ンではナビゲーションシステムで呼ばれている。 人はそれぞれ判断にも完全停止状態を知らないように心の中にトリガーを持っている。誰かを説得しようと思ったらその人のトリガーを見つけ出すことは成功の限りとなる。皮肉なことに私たちの生活は洗練され複雑になっていき、より多くの情報を得られるようになるほど、人々は手軽で簡単な決断方法を求めるようになる。無意識の決断はトリガーを引き起こす。トリガーとは私たちに無意識的に考えない決断や行動をさせる刺激全般のことである。影響を与えようとしている人はトリガーを引くと相手は瞬時に反応する。 私たちはそれぞれ要求を受けた時にある決まったトリガーが引かれると要求に従うようにあらかじめプログラムされている。トリガーは面倒な精神的活動や意識的、理論的な評価を省略するための近道なのである。トリガーは返答体の記憶と同じように消すことができない。つまり忘れることはできないのである。ではどうすればいいのか溜め込んだデータベースとうまく付き合い逆らうのだと思わないこと。相手が試し実践してきたトリガーを利用する方が楽で簡単なのだ。7つの心理的トリガー、友情のトリガー、 最も協力かつ重要なトリガー。友情は信用を見、信用は強いロのトリガーとなる。友情のトリガーは、相手の中にポジティブな気持ちを起こす要素を全て備えている。親愛の情や信用、共通の関心ごと信頼、公平性、融和性、協力、チームワーク、協調など、友情のトリガーが引き起こす気持ちを数上げたらはりがないほどだ。友情は、おそらく私たちにとって最も重要なトリガーと言えるだろう。友情以外のほとんどのトリガーにおいても、 親愛のの情は必要要不可欠な要素な素だ友達になれば他のトリガーもうまく働く。反対に、親愛の情や友情を失い、相手に嫌われれば事実上どんなトリガーも機能しなくなる。イエスと言ってもらうための一番簡単な道、友情はなぜそれほどに強力なトリガーなのだろうか。人が誕生した瞬間から、扁答体はこのトリガーにデータを蓄積し続けている。絆は親愛の情や信用む人間をはじめどんな動物も生後すぐに絆を育え始める。 初めて自分の世話してくる相手と絆を持つのだ。こうして返答体の中には、親愛の情や信用トリガーに反応するような永久的な機能が短期間で形作られる。そしてこの永久的なトリガーのためのデータは、生涯にわたって増え続けるのだ。友情のトリガーにはもう一つ付け加えるべき要素がある。信用だ。正直さは信用の要素であり、友情のトリガーの重要な一部である。交渉や説得するときには、いつも正直であること。正直な人間とばかれは、もっと好かれ、もっと信用される。相手と友達でなければ友達になろう。 友達になれないのであれば少なくとも好かれよう。正直で信用に足る人間になり、相手に好かれるためにはどんなことでもしよう。友達になればイエスと言ってもらうことはずっと簡単なのだから。相手がどんな人間かを知る方法。私たちは自分に似てると思う人と一緒にいる方が楽に感じ、反応も良くなる。そして自分とは全く異なると思う人には警戒心だき、否定的な反応を示す。相手の心の友情取りが引く最良の方法は何だろうか。実はとても簡単なことだ。想像がつかないほどに。 友情を育てる最も強力な要素は類似性、同一性である。友人とみなしてもらいたいなら、仕事のことでも、個人的なことでも、社会的、地政学的なことでもいい。共通の関心事を探し出し、それについて語り合おう。この共通の関心事は文字通り何でも構わない。私たちは同じような服装や社会経済的バックグラウンド、価値観、意見を持つ相手にはポジティブに反応する。同じであるというオーラを発するという単純なことが、相手を目的で話題に誘い込み、強調していくる秘訣なんだよ。 この下準備は友情トリガーを活用するのに絶対にかわすことができない。相手をうまく説得するのは真剣で手のこかりしようとのである。説得しようと思っている相手のことをまだよく知らないとしよう。心配ない。今はインターネットのおかげで誰のどんなことでも調べられる。Google や Yahoo に相手の名前を入力するだけだ。もしもこのような事前調査ができない場合でも相手の関心事を知る方法はある。どうやるのかって直接尋ねればいいのだ。相手に子供がいるなら子供のことを尋ねてみよう。 スポーツに興味があるようなら、どんなスポーツが好きか聞き終質問し、相手の話に耳を傾けよう。そして、共通の関心事を見つけ出すのだ。権威のトリガー、無意識に従うトリガー。私たちは権威や信頼、権力を持っていると思われる人に対しては、あれこれ考えることなく無意識のうちに従う傾向がある。権威と信頼性、そして専門性を身につければ、相手の変動体、無意識のうちに素早く前向きな反応してくれる。 権威のトリガーはとても強く、一度認められれば、扁動体はさらなる意識的な評価のために、前頭前室に情報を送ることさえしなくなる。あとは思いのままというわけだ。決断の際のリスクを減らす。決断はリスクを伴う。そして大脳変形の一部での扁動体はリスクに非常に敏感だ。闘争か逃走か、とっさに判断するということを忘れてはならない。その道の権威と見なされれば、相手はリスクが少ないと考え、こちらが進めることを安全と感じ、信用する。 誠実さ、正直さ、能力、熱意、そして正確さが相手のリスクを減少させるのだ。権威を説得し、影響を与え、知識や専門性や経験に基づいた意見を売り込むための力だ。あなたの人柄を知識のある権威者と思ってもらえるようなものにしよう。なぜそれが重要なのかそれは私たちが権威に対しては考えることを無意識のうちに応託するからだ。それが正しいかどうかなど考える必要はない。難しい仕事は相手は自分の代わりにやってくれると考えるのだ。 権威者と思われる人に何かを提案されたら、自分の力で調べるなろという面倒なことはしない。説得され、横断するという簡単で、安全で、無意識的で、楽な道を喜んで選ぶだろう。骨論を得る仕事は専門家に任せる。そして権威を信用し、その信用元にすんなり同意する。王託は楽で便利なんだ。強すぎる力が両刃の権になることもある。権威のトリガーは信じられないほどの力を持つあまり、時には専門的な知識や技術を調整することも珍しくない。 私たちは弁護士が提供してくれる法律知識を喜んで受け入れ、ビジネスをおいてもたびた彼らの意見を求める。しかし、それは大抵の場合間違いだ。法律の領域外の問題解るアドバイスをするとなると、弁護士は時間の有利やビジネス上良くない提案をすることが多い。弁護士や税理士は専門分野によって業務を独占している。しかし、その専門分野を足掛かりにしてコンサル業務を行っている会社も少なくない。法律や税務の範囲を超えて、経営上の課題についてアドバイスを求めることもできる。 だが、会社の事情を踏まえずに、既存のクローンで行われるアドバイスは非常に危険だ。あなた自身が手を出すべき権威の範囲を把握すること、相手が専門知識の範囲を超えて訴えかけてくる問題については説得されてはいけない。そして、説得する側になる場合には、自分が扱う特定の分野において権威と専門性を確立する努力をするべきだ。信頼される情報源を示す。まず調べてみよう。自分が扱う製品について、サービスについて、自分の会社について、関係あるうな資料を徹底的に集めよう。 他の専門家たちの脳も活用しよう。コンサルタントを雇う。地元大学の教授を探す。インターネットで検索する。事務よ知識の人は誰でもいい。とにかく手伝ってもらう。自分が話すのについて何でも知っているのだ。専門知識を何でも教えてくれるなと相手に思われるのだろう。権威や専門性を相手に伝えるように最良の機会はいつだろうか。なるべく早く、そしてなるべく多く。信頼性を確立するのが早いほど説得が楽になる。 講話やコンサルティング、研修などを頼めたとき、はじめに説得や決断など、その場で取り扱う問題について十分な知識、経験、専門性を持っていることをはっきりさせるようにする。この経験や専門性が、それぞれの場面にふさわしいコメントを考えるに二つからだ。それぞれの場面に応じたコメントというのは重要である。取引先の誰もが自分の状況は他とは違うと思っているからだ。自身の経験と知識は、取引先の条件は都合と伝えるのだ。コメントはすべて正確に、すべて真実を話す。 そしてそれぞれの状況にして信頼性のものをしなくてはならない。もしそれがなければ他人の力を借りてでも獲得しなくてはならない。権威を正直に現実的に提示することで、その特定の分野について私にはいかに経験と専門性があるかが相手に明らかになるのだ。コミュニケーションさ際は正確に具体的に。これはコスト削減に役立ちますというのではなく、資料の中の統計を見ていただければわかりますように。このアプローチを用いれば人件費を6.8%削減することができますという。 研修プログラムの信頼性を確立するためには、とても具体的なデータを活用する。私の会社のプログラムで研修を行った従業員の売上は、社内で研修を行った従業員と比べて11.4%多かったという、年少数億の企業からの手紙を紹介するんだ。これこそ信頼だ。このような権威が承諾のトリガーとなる。通り一辺との漠然とした説明ではなく、具体的なデータを提出することで、より信頼の受ける権威になることができる。相手はあなたのことを多大な労力を積み重ねて期きたると考え、 自分が考えるる。必要ないと判断する一貫性のトリりが一貫性と調和の命令には逆らわない説得について頭の中の記憶装置に記録すべき自明の理がある私たちは一貫性と調和の奴隷なのだ私たちの心の誘導システムは私たちに自分自身に対するイメージや尊敬する亀めに対するイメージと矛盾したい行動をとよを命令する私たちの頭の中には生まれた時から信念や過去の行いのデータベースが構築されているそれを使って楽で安全で快適に考えることなく決定を下したい行動を起こしたりするのだ 節約は貯蓄し、浪費家は無駄遣いする。自由主義者は自由に振る舞い、保守主義者は保守的に振る舞う。リスクを恐れない人は冒険好きで、リスクを避けたがした用心深い。一貫性と調和は、返答体の支配を最も受けやすい本能である。私たちは頭の中のデータベースと一貫性のこと、他の人たちの行動と調和を取れることをする必要があるんだ。感情の記憶は方向を決めている。The Secret Life of the b i l i n に寄稿している神経科学者たちは、一貫性がどのように働くかを明確に説明している。 人生において決断に関して行うすべてのことは必然的に何らかの感情を伴う。それぞれの決断には過去の決断と何らかの共通点がある。同じような決断をする立場になったとき、人は感情の記憶を呼び起こし、それに従って方向を決める。決断は感情をもとにしている。事実と論理は感情のように私たちの決断に影響を与えることはできないのだ。何かを強く信じている人に、考えを変えるべきだと論理的、理性的な理由を山ほど言いかせることはできるが、それは両者にとって時間の無駄だ。 説得をするときに、私たちが知覚するほぼすべてのものは、消すことのできない記憶となって残るということを知るのは重要だ。相手の返答体を敵に回さず、味方につけるのだ。私たち一人一人にとって、現実は自分が現実を考えているものに過ぎない。そのため、どんなに自分の考えとは違っていても、相手のものの見方はその人というのは現実なのだ。その現実を知り、それに合わせよう。心の誘導システムはどの期待を要求するのか 一貫性とはその人の過去の経験や価値観、感情、物の見方にあった行動をすることである。このような経験と一貫性を保つことで私たちは安心する。返答体は自分自身のイメージに合ったものを選ぶ手助けをしている。イメージとはわない判断したり行動を起こしたりすると不安定になったり落ち着かなかったりして不一致を解消する方法を探ろうとする。説得するときは相手を安心させるといい。一貫性はこのトリガーで自分と良い関係にあると思う人と同じになりたい、同じことをしたいと思わせる。 私たちにはそれぞれレファレンスグループというものがあり、そのグループと一貫性を保ちたいと考え、そのために努力し、同じ意見を持つ人たちと調和を保ち下がる傾向がある。学校に通う子供たちの服装は、似たものを通じて一貫性を保つうとする例である。子供たちのグループにとって最も重要なのは、同じような格好をすることである。同じ部屋下に同じスニーカー。逆にこの一貫性に逆らうと、心の中に不協和音が生じる。さらに恐ろしいことに、グループの一貫性から離れると、社会的な制裁を受けるリスクがある。 私たちの心の誘導システムは私たちに種類の期待に応えよう要求する。その一つが自分自身の期待、もう一つが尊敬する仲間からの期待である。返答体が商品を買えと命令する。たくさん並んだ商品がどの商品が好きか、なぜ好きかアンケートを取られたことはないだろうか。シリアル、デザートなどの食品会社はこのようなアンケートを大いに利用してきた。アンケートに書き込むとき、その人の中のデータバンクにファイルが作成され、次に買い物をするときにはそのファイルと一貫した行動を取ることを求められる。 棚なのろ商品を見たとき、返答体はこの商品を買えと命令する。ブランドアイデンティティとはそういうことなんだ。意識的な思考は必要ない。ただ反射的に正しい商品を手に入れており、カゴに入れるだけだ。エンターテインメント業界で発展したテクニック。200年近く前、あるフランスの劇場オーナーが、公演の観客は周りの反応を見て同じような行動をすることに気づいた。何人かの芝居好きが完成を上げると、他の人たちも完成を上げる。何人かが不満やら立ちを表すと、他の人たちもそれを真似る。 数人がスタンディングオベーション始めると他の人たちも立ち上がって拍手する何人かが大食いで派手に笑うとどうなるかもう分かりだろうすでに1820年代からフランスでは劇場相手の商売が始まっていたオペラハウスや劇場のオーナーに選ばれた人たちが舞台の決められた場面で笑ったり拍手したり立ち上がったりカウンセげたりするのだ思考や論理はいらないそれだけでうまくいったあまりにもうまくいったのでこのような桜が大きなビジネスとなった交換トリガー社会が生み出した恩義のネットワーク 非常に簡単に使え、すべての人が得をする呪文のようなもので、無事のない予想通りの良い結果が得られる。このトリガーの中でも最も強く、最も普遍的なものの一つに、ギブアンドテイクの法則がある。交換のトリガーは人間の進化をもとに生まれた、古くあるものだ。社会科学者はどんな人間社会でも交換のルールがあると結論している。その科学者たちによると、今日の人間と社会が存在しているのは、私たちの祖先が交換をもらにかなければ他ならないという。 通貨の概念が発達するずっと前から人間の祖先は物やサービス、食べ物などを取引したり取り替えたり交換したりしていた。彼らが作られた大きなネットワークは私たちの魂に組み込まれ、返答体が簡単的確に反応する仕組みが出来上がったのだ。お返しをするのよりいくつはいらない。誰かに何かをしてもらうと、人は道徳的、倫理的、心理的に何かのお返しをしなくてはならないという気持ちに駆られる。交換トリガーはとても公果的に機能する理由の一つは、 これは返答体に基づいた大脳変形の反応に無意識な反応であることにある。なぜこれが送られたのかこの贈り物のために努力の時間とエネルギーと労力がかかっているのか贈り物やサービスを選ぶ際にどんなことがあったのか心の中であれこれ考えたりはしない。ただ何かお返しをするだけだ。プレゼントで購入を出す方法は、購入額が一定の基準に達したらプレゼントをもらえるというものだ。定められた購入額よりプレゼントの価値の方が高いということも珍しくはない。しかし実はプレゼントによって発生した仮によって、顧客が大抵予定児童の額の買い物をしているのだ。 何倍にもなって帰ってくる。統計によると、小さな贈り物によって反応が帰ってくる割合が100%以上も高くなるという。贈り物を受け取ると、私たちはお返しをしすぎる傾向がある。海外戦争福音兵協会が配るポピーの増加はわずか数セントの価値しかないのに、私たちは1ドルか2ドルの寄付でお返しをする。数百ドルの価値のリゾート体験の開始に、2万ドルを払ってリゾート施設の共同所有権を購入する。対象のとおりは違いを明らかにすればいい。 私たちの提案の方が他の選択肢でも良いということを示し目的を達成するのだ。対照的質に提示すれば、あるアプローチが他のものよりもはるかに良いということが分かってもらえる。選択肢との違いは現実のものだが、その差の大きさの感じ方は元になる条件や出発点に左右される。つまり私たちの提案が抜きに出て見えるような比較の示し方があるということだ。科学的なデータはどうしても堅苦しい。そこでできるだけ分かりやすく説明するよう努力しよう。 研究によると、私たちは比較して決定するときに、肉体的、心的な全ての刺激に反応しているという、評価や信念、態度のほとんどが、私たちが準教をとしているもの、認識しているものを元にしている。科学者たちはこの拠教学を適用レベルと呼んでいる。簡単に言うと、適用レベルでは自分がどこにいるかということである。例えば、冷たい水が入ったバケツの中に手を入れたとき、その手の適用レベルはだんだん冷たくなっていく。その手を冷たい水から出して、温の水が入ったバケツに入れると、その水は実際の度温度より暖かく感じる。 人の認識は適応することに変化する。肉体的、心的なすべての刺激の判断は適応レベルの影響を直接受ける。このことは対象を使って説得するときに重要な点となる。認識こそは現実である。適応レベルの現象を研究する臨床心理学者によると、人間の脳は刺激の客観的な価値ではなく、相対的な価値に反応するという。認識はたとえ事実や現実とあまり関係ない場合でも、私たちの血縁や行動を誘導する。 事実、論理、現実が適用レベルの対象や認識の加減に隠れているのは明らかである。適用レベルの設定で相手の認識を変えられる。適用レベルの設定の仕方、話の構成の仕方、大切な点を列挙する順番が成功と失敗を決定づける。例えばあるプロジェクトの資金が必要だとする。そのプロジェクトの達成には2つの方法がある。1つの方はもう1つの方法でずっと費用がかかる。あなたはコストがかからない方のアプローチに賛成してもらい、少ない予算を承認してもらいたいと思っている。 上司と話したとき、どのように話を組み立てればよいか、どちらの選択肢を先に説明するか、予算が大きい方からだ。より時間と支援がかかる選択肢から説明するべきだ。なぜか、それによって適用レベルが設定されるからだ。レベルを高く設定するとは、2番目の選択肢は1番目より安上がり。しかも、実際の差よりもっと安上がりに見える。的確な話を構成すれば、破格に見え、承認してもらう可能性が高くなる。対象のトリガーはどのように設定すれば、買わずにはいられなくなるだろうか。答えは簡単だ。 一番得な割引商品を前面に押し出すのではなく商品の単価を合計した場合の価格を表示する。商品の単価に商品の数をかけた額を示すのだ。数字を書いて示し、適用レベルを設定する。おそらく考えられないほど高い値段だろう。それから割引価格を見せる。初めから前面に押し出すり、その差がよりはっきり出るだろう。すべての刺激は意味のある順番に並べられる。対象のトリガーを機能させるポイントは、最初に適用レベルを設定することである。 最も費用がかかるもの、最も時間がかかるもの、最もエネルギーがいるもの、最も複雑なものなどを最初に持ってきて適用レベルを高く設定する。そして自分のアプローチが適用レベルに比べていかに楽で、早くて、安全で、安くて実用的であるかを示すのだ。適応レベルの設定がうまくいけば比較によってあなたの提案を実際よりさらに価値の高いものを見せることができる。理由の通りが相手がすんなり応じる簡単な方法がある。 なぜこちらの4通りに行動しなきゃならないのか、理由をきちんと説明すればよいんだ。それだけで十分。理由がトリガーとして効果的なのは、内容をたどり合うことを評価した返答体が普段の行動パターンを崩すからだと考えられる。通常、返答体は入力された情報を大脳皮質に送り、そこでよく考えて理性的な評価を下してもらうが、納得できる理由があるときには近道をしても構わらないという結論に達し、独断であなたの求めにも応じるのだ。理由がたどなければ却下するが、きちんとした理由があるときには相手をうまく説得できる。 相手が納得することは絶大な効果につながる。相手に納得してもらう理由は様々だ。あなたにとっての理由でも、相手にとっての理由でも、どちらでも構わない。たとえ支えない理由でも、一旦納得してもらえば確実に成果を発揮する。高い代金には価値があるという理由は、高価な品物の購入を正当化するときに必ず使われる。私たちがなぜ特定の品物に大金を費やすのかといえば、高い価格と高い品質を同一視しているからである。 私たちの思考回路は、質の高いものを手に入れるためには対面を吐くことを厭わないように出来上がっているんだ。一方、希少価値も相手を説得する理由として効果的だ。何かが欲しい時や必要な時、それが手に入りにくいと、なんとか自分のものにしたいという気持ちが借り立てられる。私たちには珍しいもの、数が少ないもの、ユニークなものを大切にしたがる傾向があるので、そんなものが手に入る機会に遭遇すると飛びついてしまう。希少価値があるのは供給量や時間が限られているからだが、 特に時間が持つ影響力るか大きい。時間が制限されている時にはすっかり相手のいないになってしまう。時間的余裕がないだけで心の言う通りをなくし、今ここで行動しなければせっかくのチャンスが不意になるという気持ちで追い込まれるのだ。数が限られている時には流行る気持ちを抑えられない。限定版、コレクター向け、数量ゲーテン生産、世界にたった一つのアイテム、いずれも強い説得力で私たちは行動に変え立てるので、理性がついおろそかになってしまう。希望のトリガー。 決断と行動に最も働きかけられるトリガー。人間のほぼ全ての活動は希望をモチベーションにしている。希望は私たちの人生を大きく支配する要因の一つだと言ってもよい。希望を心のトリガーとして働くと、私たちは不可考えず決断を無たして行動に移してしまう。希望を心のトリガーの中でも特に使いやすい。なぜなら自分の希望や願いや夢を理解してくれる人、イメージ付けの助けてくれる人の説得には誰でも素直に応じたくなからだ。希望を持つ人は夢を抱き、夢は必ず信じつける。だから希望はトリガーとして、ひるいなきパワーを発揮するわけだ。 そんなすごいトリガーだが使い方は簡単だ相手が何を望んでいるか突き止めた上で夢きの実現を助ける行動を提案すればよい希望コロんトリガーの中でも必要不可欠な要素である私たちは論理的理性的常識に考えるとしても夢や希望を理解してくれる人に説得するとつい素直に落ちてしまう結局私たちは夢や希望を叶えるための近道を一生が探し続けていると言ってもよいだから夢を理解してくれる人それを実現する方法を教えてくれる人が現れるとあっけないほど簡単に説得されてしまうのだ 願合いかなチャンスが到来したと判断した途端、私たちは理性や論理に基づいて行動できなくなってしまう。返答体や大脳皮質にわざわざ情報を送る手間を省き、自分でどんどん決断を出す。こうなるとこのトリガーは全開状態。希望に胸を膨らませている時はとにかく頑張ってしまう。希望を土台にしてビジネスは成り立っている。例えば手短に金持ちになって手短に幸せをつかみたいという希望がある。工業事業として実施されている宝く口が大成功を収めているのは、希望型トリガーとして作用しているからに他ならない。 宝くじが当選する確率は極めて低い。そんなことは理性や論理を使って考えなくても分からずだ。統計的に見れば、大金を当てるチャンスよりも、宝くじ売り場に行く途中で事故に遭う確率の方がよほど高い。冷静に考えてみれば、宝くじなんて単なる無駄遣いに過ぎない。結局は重い負担である。それなのに人々は何の得にもならないのに希望を持ち続け、一生懸命稼いだ現金をあさえてばしてしまう。理性や論理や認知的思考を束になっても叶わない。私たちは発見売り場の列に並び、幸せになりますようにという期待を込め、宝くじ券を購入する。 コミュニケーションのゴール、望み通りの成果を得るには、あなたはゴールを正確に設定しているか。あなたは望みは何でも手に入れる。しかしそのためには、あなた自身が何を望んでいるか、正確に把握することが欠かせない。誰かを説得したいとき、あなたは相手から具体的に何を望むのだろうか。もちろん、大まかな内容う理解しているだろうが、最終的なゴールの詳細を手短な言葉で明確かつ具体的に説明できるだろうか。従来評価されてきた行動との相違点を分かりやすく指摘しながら、こちらの言う通りに行動すれば良い結果に繋がると相手に納得させられるだろうか。 ゴールを達成する上で、あなたはもちろん相手がどんなコストを背負い込むことになるかもしれないか、はっきり説明できるだろうか。そして、具体的な期限を設定しているだろうか。この項からは、相手を説得するプロセスを無事終了させるために必要な要素、すなわち何をどのように使うべきかについて解説していきたい。成功に必要かけつなの最初のステップは、ゴールを設定することだ。あなたが何を目指しているのか、正確に発握するのだ。一番わかりやすい事例として、アメリカンフットボールのメイクウォーターバックで殿堂入りも果したジョーナマスの言葉を紹介しよう。 優れたリーダーには僕から素直に従いたくなるもんだ。どこを目指しているのか自分でも送らない人には誰もついていかない。ある無名雑貨の言葉はさらに簡潔だ。いくら率先して行動してもゴールが曖昧では何の意味もない。成功、特にリーダーとしての成功は具体的に設定したゴールの達成に向け相手の行動をどう引き出せるかにかかっている。行動ともなく具体的なゴールを設定すればあなたの成功は約束されるだろう。ここまで聞いたあなたは、そうか、どこに向かっているのかを把握すればいいのか、でも大丈夫、自慢すでに把握している、と思うかもしれない。 ほとんどの部下や管理職は自分が個人的に明確なゴールを持っていると信じている。だからきっとこんな風に説明するはずだ。ビジネス成長させたい。手数料を上げてもらいたい。アイデアにもっと良い仕事をしてもらいたい。出世したい。自分の組織をもっと改善して成果を上げたい。部下にはもっと能率的に働いてもらいたい。などなど。残念ながらこんなものはゴールとは言えない。ゴールに近いものですらない。夢や希望に過ぎないのだ。具体的な成果が分かりやすく設定されているゴールには以下の4つの要素は踏まえていなければならない。 1. 1具体的に評価できる行動基準。2. 時間的制約や目標日時。3. 具体的に必要される大いの費用やエネルギー、労力。4. 具体的なリソースや人材、資料。結果を得るために求められること。4つの要素の中で一番大切なのは、具体的な評価基準を設けることだ。結果を得るために何が必要なのか、それが明確でなければならない。営業成績を上げるために部長を説得したいという発見からは、これがゴールであるかのような印象を受ける。 では実際、市販機で0.1%の成長率が達成されたとしたら、目標通りの結果が得られたと言えるだろうかそうではないはずだ。だから、ゴールは次のように設定されるべきだ。今度の市販機には前年度を生ま7.5%の成長率達成を目指すよ部長を説得したい。これならわかりやすい。ゴールが具体的な内容なので、そこに至るまでの行動も具体的に確認できる。成功するかどうか、やってみなければわからないとた曖昧な考え方は許されない。 説得内容と比較することによって、相手をうまく説得できたかどうかを容易に判断できる基準を設ける必要がある。あるいは部長を教えてしい。生産性のアップと人員作品を通じて部内の出費を抑えてほしいという場合もあるだろう。では、出費を抑えることは具体的なゴールだろうか出費が少しでも抑えれば成功なのだろうかもちろん違う。もっと詳しく、具体的な数字で達成目標を提出するのだ。そうすれば、双方がそれを基準して進捗状況を確認できるだろう。では、ゴールを達成するためにどれだけの時間をかけることが許されるだろうか いつかそのうちという返事は通用しない。明日を頼りにはできない。いつかそのうちという発想は捨てて、相手はこちらの求めに応じて行動するまでの期限を具体的に設定するのだ。ゴール達成の基準となる日時が明確に提示できれば、2番目の要素は実現される。非由はリソースのゴールを設定することも大切だ。具体的なゴールが分かっていれば、相手を説得するために必要な事柄もものと理解できる。ゴール達成に必要な要素を具体的に決定したら、それを紙に書き留めるかコンピューターに打ち込んでから見える場所に置くようにしよう。 必要に応じて常に見直しや修正を行うが、必ず内容を文章の形で残すこと。ゴールを書き留めておかないと、脳はこうなるつもりはなかったとつい言い訳をしたくなる。具体的なゴールを実行に移すときは、書き留めておいた方がモチベーション上がるものだ。ゴールは人間のあらゆる活動の出発点と言ってもよい。誰かを説得してゴールに賛同してもらいたいときは、とにかく目指すゴールを具体的な、明確な形で説明しよう。そうすれば、ゴールに向かって大きく前進できるはずだ。説得のためのコミュニケーション。 コミュニケーションの重要性が理解されていない。優れたコミュニケーションは複雑でややこしい。それがきちんと理解されていないのは会話とコミュニケーションの違いをほとんどの人が誤解しているからだ。相手を効果的に説得するコミュニケーションは日常的に交わす会話とは大違いなのだ。コミュニケーションに成功して良い結果を得るためには知識を集めた上で計画を練り上げ、実行にさなければならないのだ。コミュニケーションをうまく噛み合わない時には混乱状態が生じる。間違っているとはどういう意味ですかでもあなたはそうおっしゃったではありませんか もちろん聞いていましたよ。でも、あなたの考えはこうだと思っていました。という具合だ。成功するときにはコミュニケーションはきちんと成立している。曖昧な伝え方では成立しない。大事なのは何を伝えるかではない。どう解釈するかだ。真のコミュニケーションにいては、こちらが何を伝えるかではなくて、伝えられた内容を受けたがどう解釈するかが重要になる。これはとても重要な定義だが、素直に受けるのは難しいかもしれない。相手に伝えたいことがあり、コミュニケーションをついてそれを確かに伝え出すものに、相手はまるで違う解釈をしている可能性があるというのだから。 では、聞き手が情報をどう解釈しているのかを知るための方法はあるんだろうかそれには、ね、フィードバックを受けるのが一番だ。相手に質問してみなければ何を考えているのかを理解するのは難しい。ただし、この方法を使うときには注意が肝心だ。聞き方を間違えると相手を侮辱する恐れがあり、分かってるに決まってるじゃないかと言い返されてしまう。そうならないためには話題について意見を求めるアプローチはここが効果的だ。その上でゴール達成についての見解を尋ねればいい。相手の解釈が明らかになるように尋ねるべきだが、侮辱しては元も子もない。 私の話がよく分かったと尋ねるのではなく、ここが分かると自体はどう展開すると思うとか、次はどんなステップが良いと思うという言い方にするのは工夫してみよう。良い結果を伴うコミュニケーションは4段階のプロセスかな。1、あなたの意図をプレゼンテーションに組み込む。2、情報を伝える。3、こちらの意図がきちんと理解されているかどうか、フィードバックで確認する。4、これから取るべき行動についてお互いの意見が一致していることを確認する。フィードバックを経て初めてコミュニケーションが狙い通り進んでいるかどうかを確認できる。 こちらの意向がどう受け止められているのかを確認してみて初めて行動の段階と進むことができるのだ。的確な質問をするだけでなく、答えにきちんと耳を傾けることも求められる。ところが不幸にも、ほとんどの人は自分のコミュニケーションスキルを過大評価して、相手はちっとも理解してくれないと嘆いては首をひねる。真のコミュニケーションはメッセージが狙い通りに受け入れられ、理解されることを成立するものなのである。情報発信メディアではコミュニケーションが成立しない理由。効果的なコミュニケーションは双方向で成立つものであり、 それ言うとこそ、相手との結びつくもまれ。話すだけでは情報を一方通行で流す行為に過ぎない。それはコミュニケーションとは違う。情報を一方的に流して自分の意向を知らせようとするだけでは、実際のところ相手の受け止め方などの見当もつかない。あなたの意図とは全く異なった解釈をしている可能性は大きいのだ。効果的なコミュニケーションのための二つのスキル。効果的なコミュニケーションを成立させるためには、二つの基本的なスキルを理解して身につけることが欠せない。それは質問する能力と、相手の答えに身を傾ける能力である。 どちらか一方が不足していても、コミュニケーションは中身の乏しい不正確なものとなり、相手を説得して狙い通りに行動させるのは不可能になる。逆に的確な質問をして答えに身を傾ける能力が身についていれば、相手と強力なパートナーシップを構築して、双方が目指すゴールを達成できるはずだ。相手についてできる限りの情報を得る。相手を説得できるコミュニケーションを実現する上で、最初に求められるゴールは、相手についてできる限り知ることだ。知れば知るほど、どのように話を切り出せばよいかはよくわかるようになる。 これから取り上げる問題について相手はどう思っているだろうか同じような状況でこれまでどんな行動を取ってきただろうかどんな先入観を持っているだろうか状況をじっくり分析して行動するタイプだろうかそれとも深く考えずに反射的に行動するタイプだろうかどんな価値を重んじるだろうかどんな基準に基づいて決断し行動を起こすのだろうか良いタイミングで的確な質問ができるか説得上手なコミュニケーターになるための秘訣は質問することである相手を説得する際には質問は欠かせないのだ 良いタイミングで的確な質問ができるかどうか、正否の分かれ目みになる。ニューヨークタイムズ社の調査結果によると、幸せですが質問をうまく使いこなす能力は、運によって決まるという。積極的に質問する人ほど幸せとは高く、滅多に質問しない人は誰よりも不幸で孤独感が強い。質問によって対話が発生すると、それが相互理解と良好な人間関係につながるわけだ。説得力のあるコミュニケーションのゴールは、あなた自身が相手を知ることである。相手にあなたを知ってもらうことではない。情報にする6人目使い。 彼らの名は何を、なぜ、いつ、誰が、どこで、そしていかにです。この6人のメ使いスをうまく利用しながら質問を順序を組み立てていくことが狙い通りの結果を得るために秘訣である。ここでは6人のメ使いスを2つのカテゴリーに分類する。オープン型の質問は相手に話をさせるために使われる。心を開かせ、外略的な情報を望み通りに手に入れることが目的である。その質問は次の3つである。何を、なぜ、いかに。通常、この3つの質問には一言二言では答えられない。 もっと長いい。言葉で概略的なななな情報を提供しなければならない一方、クローズド型の質問は具体的な情報や答えるために使えるもので、次の3つが該当する。いつ、どこで、誰が。この3つの質問からは、大抵は一言で済む簡単な答えが引き出される。つまり、相手の心を開かせたいときには、オープン型の質問で、今お題になっている分の再編問題だが、あなたはこれについて何をゴールとして考えているのかと尋ねればよい。そして、詳細を知りたいときには、次のようなクローズド型の質問を使う。 実行に通としたら部内の誰がこのプロジェクトの責任者にふさわしいと思うかと尋ねるのだまずは2種類の質問をうまく使い分けられるんだろうオープン型の質問は会話の冒頭で使えるケースが一番多い話題について具体的に話す機会を相手に与える糸口としても使われ結果としてあなたは情報を増やすことができるこの展開についてどう思うかなぜそんなアプローチを考えているのかと尋ねれば説得の手掛かりとなる情報が得られるだろう会話が滞っている時に相手が話をするように仕向ける手段としても優れている こうした相手の考えについて大いの全体図を把握したら、次にクローズド型の質問を使い、一般的な会話では取り上げられなかった細かい問題について具体的な回答を引き出していく。そしてここは肝心なのだが、クローズド型の質問は会話をあなたの狙い通りの方向へ進めていく上で絶好の手段である。オープン型の質問は相手を新たな展開に引き込むため、クローズド型の質問は本論に立ち返らせるために使うわけだ。例えばこんな具合に。釣りの話は面白いね。ぜひ一緒に行ってみたいよ。 ところで今回の問題だけど、いつから始めればよい,いと思う教えてくれないかな価値観を知る。相手は何を大切にしているか価値観を知る方法には、フォーマルなタイプとインフォーマルなタイプの2種類がある。フォーマルなタイプでは、まず話題にふさしい質問リストを作成する。必ず冒頭に概略的なオープン型の質問を準備すること。次に、細かい内容の質問や問題点をいくつか準備した上で、相手にそれぞれ1から3の3段階で評価を出してもらう。 1>, 1は極めて重要2はまずまず重要な項目として検討に値するが3と言われた項目は削除してしまうこのやり方は少々面倒に感じられるかもしれないが実際試してみてると驚くほど使いやすく十分に満足できる情報が手に入る相手が何を大切に考えているのかを理解できるだけでなく相手の価値観の優先順位についても多少の知識を得ることができるんだ一方インフォーマの方法ではオープン型質問を次々と繰り返すできればプレゼンテーションの前に準備をしておいた方が良い 例えば今回の組織破壊編については何が重要な問題だと考えていますか私たちが提案して再編問題についてどんな懸案事項がありますかという具合だ。そして最後はクローズ型の質問を使って問題を解明していく。いくつかの項目について関心を持たれたというご指摘ですが、その中で優先順位をつけるとどうなりますかという具合に尋ねればよい。その答えには魔法のような効き目がある。このトリガーをどのように使えば効果的かわかるだけでなく、どんな順番で情報を提供すれば最大限の成果が得られるか、そこまで明らかになるのだ。 積極的に聞く技術。ここからはコミュニケーションのもう半分の予想について取り上げる。いくらといかかな質問をしても答えに身を傾ける姿勢が伴わなければ無駄に終わる。以下の質問について考えてみてほしい。相手の言葉をただ聞いているだけだろうかそれとも隠された意味を理解しようと努力しているだろうかプレゼンテーションの中で取り上げて論じられるほど相手の発言の意味を十分理解しているだろうか積極的に聞こうとしているだろうかそれとも次に何を言うかと考えているだろうか 積極的に聞こうとする姿勢は説得力のあるリーダーになるために大切なものだろうか他の人を説得するためにベストな方法は耳をつくことだ。相手の話をよく聞くのだ。ただ聞くだけなら優しい。だが積極的に聞こうとするときは注意力と思考力が必要だ。例えばこんな場面があったとしよう。よく知っている女性から、息子がアメリカンフットボールでノートブラウン大学に入学し、授業料が全額免除になった時はせいだ。ぼんやり聞いているだけなら、それはおめでとうと発言し、会話はそれで終わってしまう。 一方、積極的な聞きならばこう発言するだろう。そりゃ素晴らしい。きっとご自慢の息子さんなんでしょうね。あんなすごい大学に入学した上に授業料を免除されるなんて。そんな優秀なお子さん、あなたはどのように育てたのですかこれなら効果は抜んだ。こうすれば相手と結びつき合うまで、双方向のコミュニケーションが成立するわけだ。ミラーリンクとメラビアンの法則。 相手の声を口調や音声、欲揚から感じの米具合は真似する能力、あるいは着ているものや身振り手振りも模倣する能力は、説得力のあるコミュニケーションを実現するためにどれも欠かせない。相手がのんびりしたスロータイプの人間ならば、同じように合わせよう。逆にせっかちで遠回りを嫌がるタイプの時には、あなたが知識を披露しながらゆっくりのんびり話をしていたら開けられてしまう。声の調子や話の内容、身振り手振りを相手に合わせることが肝心だ。誰でも自分と同じような人間は信用し、心を許したくなるものだ。 そして最後に、自分の言語以外の行動にも気をつけてほしい。南カルフォルニア大学のアルバート・メラビア博士の研究によると、驚くほどたくさんの情報は言語ではなく、それに伴う非言語的な行動によって伝えられるなという。メラビアンは情報伝達とプロセス全体で言語を占める割合は7%すぎないという結論でした。メッセージを伝える言い方の方が言葉そのものよりも重要であり、相手の聞き方の38%はこれで決まる。しかし、驚くのがま早い。 100%から2つの数字を引き算した残りの全てが言語とは無関係の身振りや手振りによって決まるのだ。実際に計算してみると、情報の受け止め方の実に55%は非言語的な行動で決定されることをお分かりだろう。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。